なんで反対、どういうことをしようというのかなとアピールさせてもらいました。一緒にデモあるのでよろしくお願いします。ちょっと関心持っていただきたいなと思います。以上です。原子力発電所の前は1回だから5月3日にか憲法記念ですか。どうしよう、あったらしよう、当てろー、圧巻回収をさせろどういうきっかけでこれ参加されました。もう知ってたんです。今日は産業のパワーラーです。沖縄辺野古のね反対運動をやってるんです。それまあ続きのようなもんですけど。じゃあ沖縄にも行かれてるんですか。行ってないです。でも京都からできるということで。いろいろやってもらいます。どうもどうも。私がすごく思うのは、最初から裏の統治から地球から通ってから回路までずっと被害がありますよね。なんか全然原子力全然安全ではないです。ですからもう回路しましょう。私ここに京都に住んでます。この楽器は何ですか。指ピアノです。普通キーで使われてるんですけど、なんて言えばいい、リサイクルような。されてるわけで、少しでも短期間でも他の場所に移してあげないと、このままじゃ本当にこれからがんになる子どもとかが増えていきますので、そういうのはどんどんやめた方がいいと思う。これチラシ巻いててどうですか、持ってくれますか人々は。そうですね、3割ぐらいの人は。たった3割ですか。はい、あ、やっぱりなんていうか
みんな拒否というか、7割の人は取ってくれない。ちょっと取ってくれないですか。残念ですね。もう3割の人は関心を持ってきてくれてるってことですよね。でも結構取ってくれてると思うやと。あ、そうですか。皆さん、これからも原発のことを東京で訴えていきましょう。